はい、じゃあちょっと向こう側もね、見てみよう。やばいな、これ。形がやばいぞ。こんなの実際に街中に現れたら絶対写真撮っちゃうよね。はい、皆さん、どうもこんにちは、たけんです。今回も楽しげも一緒にやっていこうぜ。よーし、ということでね、今回ビーストバトルシミュレーターでね、いろんなものをね、戦わせたいと思います。はい、ということで早速やっていこうかなと思います。相変わらず広いね、敷地が。はい、ということで、ここのね、広大な敷地でね、ある程度のね、数を置いて戦わせようかなと思います。はい。前回さ、ヘビでさ、恐竜持ち上げたからさ、そんなようなこともね、やってきたよね。何置いてく？はい、じゃあまずドラゴンと戦わせようか。はい、こんくらい。めっちゃ置いたね。なんかね、このね、フィールドめちゃくちゃ広いんだけど、なんかあんまりにもね、多くドラゴンとかね、こういうモンスターをね、配置しちゃうとね、すげえカクつくんだ、このゲーム。はい、その辺はね、だからちょっとね、配慮しながらね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。ドラゴンと何戦わせよう。はい、じゃあ相手がね、ドラゴンなんでね、こっちもね、ちょっと飛ぶ系で攻めていきたいと思います。こんくらいやれば勝てんじゃないかな。じゃあ早速、スタート。OK。さあ、体力とかあんま見てなかったけど、どっちが強いんだろうね。相変わらずドラゴンの声うるさいね。やっぱ火吹くのは強えな。なんかもうカオスになっちゃってるけどこれ。あ、でも結構倒してるよ。強いじゃんねえ。プテラノドンも強いよ。すげえな。こんな戦いが行われてたのかな、昔は。まあさすがにな。でも結構倒したじゃんこれ、ドラゴン。はい、次はね、人と人のね、戦いをやっていこうかなと思います。なんかあんま見てないよね、これ。やってないかもしんない、俺、今までで。やったかな？覚えてないわ。まあ、とりあえずやろう。はい。これ、魔法使いかな？あ、多分そうだね。杖持ってる。じゃあ、魔法使いと、普通の人間とのね、戦いにしてこっか。魔法軍とね、普通のね、兵士たちの戦いをやってこう。兵力がね、普通の人たちの方が多いみたいな感じでね、やっていきましょう。はい。どっちが強いんだ？どういう魔法使うんだろうね。弾けてる。なんで弾けてんの。なんで勝手に弾けてんの。落ち着いてくんないかな。空からめっちゃなんか団子が降ってくんだけど。いや、そりゃ勝てねえだろこんなの。メテオじゃん。隕石降らす魔法使いだったのこれ。超強いじゃん。余裕に満ち溢れてるもん、この顔。ちょっと待って、俺今、世紀末を見た感じがするわ。今の戦い。やばかったよね。魔法陣がクソ強えわ、これ。ちょっと、魔法の人を、じゃあ、1、2、3、4、5人ぐらいにしよっか。離して。よし。こんな感じで。OK。これで戦ってみよう、次は。どんな感じになるの？びっくりした俺今。最初こいつら何人か弾けたと思ったら上からメテオが降ってきたからね。早歩きだな。こんな恐怖初めて見た。やば。なんで弾けるんだろう。敵の攻撃ではないはず。だって魔法使えないもん相手。どういうこと？これ自分を犠牲にしてメテオ降らすみたいな。そんなことないよね。超強え。これ恐竜にも挑めんじゃないこれ。うわ。めちゃくちゃ強いじゃん、これ。やば。半端ねえ。近寄せらんないじゃん、これ。あ、でも、いい勝負じゃん、これ。あと一人だよ。頑張って！人間軍頑張れ！もうちょっとだ。人間軍が10人ぐらいしかいない。あー。なんでこの魔法使いは散るんだろうね。すげえな。上からメテオ降らすってほんとすげえな。2対1だ。ああ、お疲れ様でーす。やっぱ強いなー。こいつ強えな、ほんとに。ではでは皆さん、人と恐竜の戦いで人が勝つかもしれない時代が来たぞ。じゃあこうやって、2、3、4、5、6、7、8、9、10人ぐらい。10人ぐらい置いて、相手恐竜にしよう。で、ティラノサウルスにしよう、ティラノサウルスに。ね。これで、どうなるんだろう、これ。めっちゃ気になるね。よし。じゃあ、6体で。さあ。やっぱね、このティラノサウルスはね、黒っぽい方がかっこいいんで、黒にしました。うん。あ、こんな色だったんだね。めっちゃピンクだな。そんな近づいて大丈夫？なんで散るの？うおぉ！あ、でも！あ、でもこれ！ティラノサウルスやられてる？勝ったんじゃないこれ！待って。勝った！
人が勝った。すごい目開いてる。目乾かないのかな。広範囲でこう戦う感じにする。1、2、3、4、5、こっちに5体で、この辺にも5体、3、4、5、 OK。 でどの辺にする。もうちょっとこっちか。 OK。 じゃあこの辺、1、2、3、4、5、 OK。 これで人も配置しましょう。 OK。 人間軍と恐竜軍でね、これ戦ってみましょう。広範囲な戦いなんでね、見ものですよ。なんか遠くでさ、こうメテオが降る感じとか見てみたいよね。はい、まず手前から見てみましょうか。どんな感じなんだ。なんで散るの。なん、めっちゃ散って、嘘。なんで散っちゃうの。いなくなっちゃった。なんで自動的に散るシステム。大丈夫かな。なんか今後が不安だよ。遠くで降ってるね。手前でもめっちゃ降ってるけど、強っ。うわ、どうする、どうする。うお、勝った勝った。うわ、向こうでも降ってる。やべえ。あー、こっちがやばいぞ。どうなる、どうなる、どうなる、どうなるの。どっちが勝つ。うお、あー、やられた、やられたね。さすがにあの距離では勝てないか。あ、ティラノサウルス軍が勝った。でもなんでちっちゃうんだろうね、あれ。もうちょっと多めにしといた方がいいかな、人間。はい、ちょっとね、さっきのね、隕石を降らすね、人間じゃなくて、ちょっと違うね、魔法使いを増やしてみました。もう一回、やってみましょうか。散るんだけど、勝手に。なんで散るんですか？教えてください、その理由を。この、何もしてないのに散るんだけど。なんか、ガンツのなんか脳みそに仕掛けられた爆弾みたいな。全員やられてんじゃん。実はティラノサウルスも超能力者だったりする。向こうで雷がすごいんだけどね。はい、雷をね、落とす魔法軍です、この人たちですね。うっ、強え魔法陣。うわ、恐竜に勝ったんじゃないこれ。うわ、勝った。人間が大群の恐竜に勝ちましたよ。何のポーズこれ、何のポーズこれ。ちょっと待ってみたいな感じ出さないで。さあさあ、前回同様このステージで戦っていこうかなと思います。はい、じゃあ戦っていこうぜ。ちょ、人をねめちゃくちゃ増やそう。このね、この山を境目にね、こっちに人の軍とこっちに恐竜軍をね置いていこうかなと思います。よし、あのね、隕石軍を置いて、でね、その次のね列に雷軍をこんくらい敷きます。オッケー。これ、めちゃくちゃ重くなりそうだな。隕石降らすし、雷鳴らすしね。はい、じゃあ、これで相手がティラノサウルスでいいかな。うん。よし。体力全然違うからね。向こうの方が強いから。はい。こんくらい。OK。これでいいんじゃない？よし、じゃあ早速、スタート。あー、ちょっと重いか？ちょっと重いか？いや、まだ大丈夫。ちょっとさ、これ、なんか重さを軽減してほしいよね。戦いが始まるよ、みんな。瞬きしちゃダメだ、みんな。ああ、やられた。やられてる。まだみんな、雷も、あ、来た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 。やっぱ一発が強えな。そのハンデみたいな感じなのかな。来るぞ、隕石来るぞ、多分。来た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 。やばいな、これ。隕石強すぎだろ。うわわわわ。絶滅しちゃう、恐竜が。強いな、隕石と雷。すげえ。どうなる、どうなる。うわ、向こう側でも鳴ってるしね。雷目の前で落ちるとこをね、見てみたいね。隕石だったね、目の前で落ちるのは。はい。雷どんな感じなんだろう。うおー。おー、つえー。めっちゃつえーな、これ。あー、押した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 。お前ら何してんだ、お前ら。何してんの？パントマイムしてんのかな？よし、じゃあ、ほっとこう、あの人たちは。はい。なんか知んないけど、みんな冬眠に入りました。はい、お次はね、めちゃくちゃ強くしたヘビバーサスヘビの戦いです。早速見てこうぜ。よし。どうなるんだろうね。ヘビ同士は持ち上げ合うのかな？そんなことなかったね。固まってる固まってる。やばいやばい、洗濯機みたいになってるよ。うわー、気持ち悪い。この中に入れる勇気がない。すげー。ヘビ玉になっちゃってる。
うわぁ。なんかもうコンセントが絡まっちゃってるみたいになってるこれ。はい、前回も言ったんだけどね、このヘビたちかなりね体力があるんで勝敗がつかないんですよ。だからねちょっと勝敗はねあんま目的としない感じなんでよろしくお願いします。はい、やっぱねちょっと場所がね山場だったんでね、違うステージに来ました。この平らな土地でやってみましょう。こうすれば持ち上がるんじゃないかな、綺麗に縦に持ち上げたい。てか俺何やってんだろう、恐竜を持ち上げることだけにめっちゃ必死なんだけど。そっち側歩いちゃう、そっち側歩いちゃう。こうなったらね、もうね、あんま持ち上がんないんですよ。リスタートだ、これ。皆さん見てください。俺はね、向きを変えられることをね、知らなかった。よし。じゃあ今知ったんでね、早速戦っていこうかなと思います。これで、いいんじゃない？均等に来るよ。歴史が変わると思うよ。来た！来た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 ！こいつもヒロインになった！いいね！成功だ、この恐竜も持ち上げることに。すげえな。すげえ形だな、これ。振り回されちゃった。うわ、上がってる上がってる、めっちゃ飛んでる。おー、すげえ。相変わらずすげえ絵だな、これ。はい、次はメガロドン。サメですね。サメとね、巨大なヘビの戦いにします。じゃあ、早速どんな感じか見ていこうぜ。おほほほ。さあ、どうなんの？相変わらずお互い体力すごいからね。持ち上げられんのかな？持ち上げてる？なんか。ちょっと待って。すごい形になってる、これ。やば。何この絵。はい、皆さん、お次はこんな感じですね。うん。色違いでね、ヘビとサメを置いてきました。ちょっとね、2種類の感じをね、同時に見たいと思って。早速やっていこう。どうなるか？うわ、すごいすごいすごい。持ち上げられちゃうのかな？おー、持ち上げられてる！おおお、待て待て待て。止めよう止めよう止めよう。こっちすげえぞ。浮いてるぞ。こいつもヒロインになれたな。めっちゃ何かが散ってる、これ。皆さん、あれですよ、これ。血じゃないです。福神漬けです。はい、じゃあちょっと向こう側もね、見てみよう。やばいな、これ。形がやばいぞ。こんなの実際に街中に現れたら絶対写真撮っちゃうよね。そろそろ散るか？まだ上に行くの？やばー！今回やばくない？超高いんだけど。どこまで行くかな？うわは。宇宙まで行くんじゃねえのこれ。待て待て。空高く飛びすぎでしょこれ。やばー。脱落者が結構出てきてるよ、蛇の。すげー。どういう状況これ。うわ、落ちた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 。ようやく落ちた。てかめっちゃ重いなこれ。さあ、向こうはもういません。こっちだけでやっていきましょう。さあ、また高く。高く行くか。上がるかなこれ。こういうふうにね、片側になっちゃうとね、上がる。あ、来た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 。打ち上げ花火。打ち上げ花火。やばい。どういう状況だよ、これ。普通に持ち上がんないで、そのままスライドで動いてんだけど。次はこの形で、行っております。はい。ブーメラン型でね。あ、いいぞ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 。いいぞ。いいぞ、持ち上がってる、来た！ヒロインだ、君も。なんでヒロインで。やば、めっちゃ口開いてんじゃん。サメの口の中ってどうなってんの？お邪魔しまーす。はい。あ、お邪魔したけど、そんな平米数ないね。最後は人を持ち上げていこうかなと思います。さっきのね、メテオ男ですよ。じゃあ、やっていこうぜ。持ち上がるかな？これこそ本当のね、ナウシカなんで。あ、そうだ。あの男、自分で自爆すんだったわ。はい、ということで今回またね、ビーストバトルシミュレーターで、検証実況やってきました。このね、動画が面白いと思ったら高評価押してくれるとね、めっちゃモチベが上がります。押してください。はい。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。では、バイバイ。おまけです。持ち上がった、持ち上がった。来た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 。ナウシカです、この人が皆さん。怖っ。ヘビが黒すぎて見えねえ。おお。どこまで行くの、どこまで行くの。そこで落ちるのー。お疲れ様。